こんにちは、フィフィです。韓国が今年マイナス成長になるだろうと野村証券が分析しています。野村証券は、韓国が今年0.6%のマイナス成長を記録するだろうという悲観的な見通しを出しました。韓国は物価上昇の中で景気が後退するという最悪な状態に突入するというんです。 これ経済用語でスタグフレーションと言うんですね。韓国銀行は韓国の成長率を1.7%と出していますから、それに比べると随分低い数字になります。一方で野村証券は世界経済に対しては景気低迷が緩やかな水準になるだろうと言っているんです。つまり世界経済は徐々に回復の傾向に向かうのに、 韓国経済だけは悪くなっていくというんです。この野村証券の見通しには、韓国側から、もうあまりにも韓国経済の回復力を過小評価しすぎじゃないかとか、世界経済は楽観的に見るのに対して、韓国経済だけ悲観的に見る両極端な見通しには理解できないなど、反論するような意見も飛び出したんです。まあ、こんな発表されたら投資が減っちゃいますからね。 このチャンネルでは韓国経済の分析をしてきたんですが、野村証券も同じような見方をしているんですね。野村証券のアジア担当チーフエコノミストは1月18日、世界経済に関するオンラインセミナーで、なぜ野村証券が韓国の今年の経済成長率を0.6%のマイナス成長になると出したのか、その理由を説明しました。 まず、ポイントは、対外的な要因と、そして韓国国内の要因があります。まず、対外的な要因として、中国経済の影響があります。中国経済が悪いからなんです。韓国は中国経済に大きく依存しているので、それに引っ張られて、韓国経済も悪くなっていきます。とにかく今は、韓国製品が売れません。 中国でコロナの感染が再拡大したので、消費が落ち込んでいるんです。実際、韓国の輸出は悪くなっていて、サムスンや LG の製品の在庫が増加しています。そして、たとえ中国のコロナが収束しても、中国はそれ以前に経済が悪化しているので、経済回復はほど遠いでしょう。中国では不動産バブルが崩壊して、企業や国の負債が急増しています。 これまで何とか隠してきた中国の負債や腐敗した構造が一気に表面化しているんですね。この問題はそう簡単に立て直すことはできません。つまり中国はもう良い時代は終わったんです。中国経済がすでに頂点に達したというピークチャイナという言葉があるくらいです。これからの中国はどんどん下がっていくだけなんです。しかも中国は人口も減少していると報じられました。 中国の人口の減少と生産可能人口の減少は消費と生産能力を下げるんです。まあこうして中国経済が悪くなれば韓国の輸出もうまく回らなくなっていきます。韓国は中国に対するリスク管理を十分に準備しておく必要がありました。 例えば、韓国経済で占める中国の割合を徐々に減らすこと。政府や企業もそのように今動いてはいるんでしょうが、ノロノロしているんです。もっと急がないといけないわけです。日本やアメリカはすでにポストチャイナと呼ばれて注目されているインドなどへの投資に動いています。 韓国もベトナムや中東諸国などを駆けずり回って、貿易関係を強化したり、投資を呼びかけてはいますが、もっと韓国の経済領域を広げる必要があるでしょう。あと、韓国経済を悪化させている韓国国内の問題としては、不動産価格の下落と高金利による住宅ローン負担の増加、それによる金融機関のリスクが高まることです。野村証券のチーフエコノミストは、このことについて、 韓国の不動産市場は、ここ数年間上昇したが、最近は金利も上がり、不動産価格が下落傾向にあるとこう指摘しています。で、住宅ローンが金融機関に与えるリスクが高まっているという理由から、野村証券は、韓国銀行が5月に主要国の中央銀行で初めて政策金利を引き下げることもあるだろうと予想しました。 韓国銀行はこれまでずっとインフレとウォン安を抑えるために金利をどんどん引き上げていたんですがもうこれでは住宅ローンのリスクが高まるということで金利を引き下げる可能性が出てきたわけですただ金利を引き下げれば物価上昇に対応できなくなってしまうので韓国国内がより混乱するかもしれませんまああとは これ対外的でもあって国内の問題でもあるんですがサムスンの業績が異常なほどに悪化していることも韓国経済にとっては大問題になっているんです今アメリカは中国の半導体分野に圧力をかけようと次々に制裁を発表していますこれ中国に半導体の主な製造工場を置いている韓国が巻き込まれるんですまあそれがもう分かっているのでサムスンから投資家が手を引きますよね これサムスンがこうした状況に対応できないとバレているからなんです。サムスンは氷回りの社債を売りに出してもなかなか売れなくて、あのサムスンが資金調達に今失敗している状況なんです。もう完全にサムスンは米中対立に挟まれてしまいました。 これも韓国政府が同盟国のアメリカに同調して素早くそしてうまく立ち回っていればサムスンはこの米中争いに巻き込まれて被害を被ることはなかったんです。前のムンジェイン政権がサムスンの創業者が新日ということでサムスンばかりを目の敵にしてサムスンのトップを捕まえて刑務所にぶち込んだりしていたんです。アメリカが中国への制裁を強化する中で 韓国の経済安全保障を考える大事な時期にサムスンのトップは塀の中に入れられていたわけです。あ韓国の半導体やばいかもと気づいて文政権は恩赦を与えて慌ててサムスントップを保釈しますが、時すでに遅しでサムスンもサプライチェーンの見直しに翻弄するも、もうアメリカも日本も台湾の半導体を支援していくと表明していたんです。 韓国は日米に完全に見捨てられてしまいました。まあこれも韓国政府がアメリカや日本に対して生意気な言動を繰り返してきたのも大きく影響しているんでしょう。完全に韓国の政治的な問題でサムスンの業績が一気に悪くなっていったんです。まあ本来韓国はアメリカ側に寄らないといけない国なんですけどね。かといって、 韓国が中国寄りになったところで中国は韓国を下に見ています。韓国が少しでも中国に対して強く出ると厳しい経済制裁を受けるわけです。まあそれで被害をこむっても韓国が日米との関係をうまく保っていたら、まあ、その分をアメリカや日本が穴埋めしてくれたんですけどね。まあそもそも韓国政府の判断が誤っていたのはもちろんなんですが 反日や反米を煽ってきた韓国のマスコミにも大いに責任はあります。特に反日不買運動では韓国のマスコミが一緒になって反日感情を借り立てて反日運動を盛り上げていました。まあ、そんな反日感情が根強い韓国ではいつも事あるごとにサムスンが政権の目の敵にされてきたんです。 え、創業者が新日ということで。まあ、その割に経済はサムスンにこれまで頼りっきり。まあ、そんな状況に苛立ちを隠せないのか。え、ついにはサムスンの会長が、え、韓国のマスコミに対して、嫌味をぶちまける場面もあったんです。え、1月18日、ダボス会議のため、え、スイスを訪れていたサムスンの会長が、え、韓国の報道陣に対して、みんなキャノンのカメラを使っているんだねと、こうぶっぱなしたんです。 まあ報道陣は笑っていたようですが、これ完全に嫌味ですからね。ジャパンバッシングをする韓国のマスコミに対して、あなたたちしっかり日本製のカメラを愛用しているねと。まあ韓国の専門家たちの中には、韓国の半導体はもう終わった。韓国政府は半導体分野に見切りをつけて、新たな分野で世界に挑むべきだなんてことを言う人たちもいるんですが、 基礎研究が不得意な韓国がそう簡単に新たな分野でリードしていけるわけがありません。それこそ韓国はバッテリー分野で世界を席巻していくべきなんてアドバイスをしている学者もいました。韓国のバッテリーって爆発炎上することでも有名なんですけどね。まあ、いずれにしろ韓国経済はこのままどんどん衰退していくことは間違いないでしょう。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします